パリバナ公園は、パリ12区のバンセンヌの森の一角にある35ヘクタールの公園、植物園であり、ブローニュの森のバガテル公園とオートイオン室庭園、バンセンヌの森のパリ樹木園とパリバナ公園の4つを合わせてパリ市植物園と呼ぶ。パリ市植物園、西側のブローニュの森にバガテル公園とオートイオン室庭園、東側のバンセンヌの森に花公園と樹木園、 パリバナ公園は、ヒマラヤ杉、糸杉、オーク、イタリアカサマツなどの大木に覆われ、東洋の植物などフランスでは、比較的珍しい植物が植えられた広大な区画、二つの池、季節ごとにチューリップ、ダリアなどの特定の花を多品種取り寄せて植えたには、日本の盆栽を展示する、盆栽館、温室のほか、子供の遊び場、複数の展示会場、イベントスペース、多目的ホール、 シネド・ユロワタン、植物園の情報を提供する、植物園の家、野外ステージなどがある。野外ステージでは、毎年6月から9月までの土日にジャズフェスティバル、およびクラシックコンサートが開催される。筒子科の植物が多いことが、特徴の一つであり、フランスでは、珍しいボタン園もある。パリバナ公園があるバンセンヌの森は13世紀には、 周囲を12キロの塀で囲われた王家の狩猟場であり、パリバナ公園の向かいにあるバンセンヌ城が狩猟小屋であった。18世紀にルイ15世がこの塀の6箇所に出入り口を設けて庭園にした。19世紀には軍の演習場となり、兵舎も建設された。1860年、ナポレオン3世がバンセンヌの森をパリ市に譲渡し、 パリ西側のブローニュの森とタイを成す公園が作られた。1969年にパリバナ公園でパリ国際園芸博覧会が開催され、17カ国が参加した。筒子化その他、レダリアス英雄パーク、フローラルでパリ。 ルスティカ .fr h t t p s w w w r u s t i c a f r t b t o u s t a h l i a s s o n 7 5 5 1 h t m l 2 0 1 8年8月19日閲覧ザワヤ TV レボンサイズジュパークフローラルデパリ、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、v= ユーカイズ SZT5782018 年8月19日、閲覧。L、e、エスパスエビンモンドルプル。www.parcfloraldeparis.com2018 年8月19日閲覧。 レパビオン・チェスナイ・ジュロイ・ドルプル www.parcflooraldeparis。Www. E is. com。二千十八年八月十九日閲覧ナンバーズ・サイツ・イベナ・マンティールズ・ドルプル www.parcflooraldeparis。Www. E is. com。二千十八年八月十九日閲覧。 パリジャズフェスティバルプログラムスイオン2018パリジャズフェスティバル2018年8月19日閲覧クラシーク AU バートクラシーク AU バート2018年8月19日閲覧プルズデリーリーアパリ12 www.francbilllet.com2018 年8月19日閲覧 エキスポ1969パリ、w w w b i e p a r i s o r g 2 0 1 8年8月19日閲覧。ありがとうございます。